い、こんばんは、こんにちは、たいきです。家の Wi-Fi が遅いとイライラしますよね。家の Wi-Fi が遅い、それには必ず原因があります。どこかに必ずボトルネックポイント、つまり足を引っ張っていて速度を低下させているポイントがあるからなんですね。それを解決させると速度は上がるわけなんですよ。この動画ではそもそも Wi-Fi って何っていうね、そんな簡単な説明から速度低下の原因となっているボトルネックが起こりやすいポイントの解説、またはですね、最近のすごい企画 Wi-Fi 6 の紹介を分かりやすく解説します。動画を最後まで見ていただければ、皆さんのご家庭の環境では何が原因で Wi-Fi 通信が遅いのかが分かるようになっていると思います。ぜひ最後までご視聴ください。それでは早速行ってみましょう。はい、そもそも Wi-Fi って何っていう基本的な考えなんですけれども、一昔前ってインターネットをするときにパソコンに LAN ケーブルを挿さないとインターネットできなかったじゃないですか。このケーブルを無線にしたものを無線 LAN と言います。この無線 LAN のことが最近では Wi-Fi と呼ばれるようになったんですね。たまに外でフリー Wi-Fi として提供されているものだけを Wi-Fi と認識してですね、家で接続する電波のことを無線 LAN としてですね、別のものとして認識している方もいらっしゃるんですけれども、これ一緒ですからね。そしてこの Wi-Fi から出る電波なんですけれども、全て一緒というわけではないんですね。電波にはいろんな種類の規格があって、どんな電波を使うかで通信速度っていうのが全然違うんですね。そしてこの規格というものは非常に大切なポイントなんですけれども、ごちゃごちゃとしていて理解するのが難しいんですね。なぜこれが理解するのが難しいかというとですね、同じ規格の名称でもいろんな呼び方があるからこんがらがっちゃうんですね。皆さん IEEE802.11 って表記見たことありませんか？これはね、何かというと Wi-Fi の世界共通規格のことを言います。ですから全ての Wi-Fi の規格に IEEE802.11 っていう名前がつくんですけれども、そしてね、この最後の11の後にですね、アルファベットでそれぞれの電波の名前っていうのが書かれているんですね。上から ABGNACAX と並んでますけれども、これ下に行けば行くほど最新の優秀な規格で、右のね、速度を見てもですね、下に行けば行くほど通信速度が速いのがわかると思います。しかしこれではですね、名前が長すぎるので、11よりもね、前の表記っていうのをですね、もうはしょっちゃって、右のね、 11N とか 11AC とかね、そういった風な表記をされるんですね。例えばこちらの商品だと 11AC と書かれてますよね。これはこの商品です。で、 A とか AC とか AX とかね、本当規則性のないね、アルファベット、本当に分かりにくいですよね。それで分かりやすいように2018年頃にですね、新しい名前が作られたんですね。それがこの Wi-Fi 4、5、6 なんですね。これもまたね、中途半端なんですよ。 Wi-Fi 1から6にせずに、なぜ4からスタートしたのか、これはですね、おそらく上の3つの規格っていうのは最近あんまり使われていないんですね。ですから今主流の商品だけに名前を付けたんだとね、考えてますけれども、分かりやすくするために新しい名前を付けたんであれば、1からスタートしてほしかったなってね、僕は思ってますけれどもね。しかし結果、この Wi-Fi 4、5、6のおかげで数値に規則性が出たので分かりやすくはなりましたよね。4よりも5が早い、5よりも6が早い、簡単ですよね。しかしこの結果、例えばこの規格を呼ぶ場合だと IEEE802.11AC って呼ばれたり、 11AC って呼ばれたり、 Wi-Fi 5と呼ばれたり、呼び名が増えた分余計何のことか分からなくなってしまっているのが現状なんですね。単純にね、名前を初めから ABCDEF みたいにね、そんな風につけてたらね、問題なかったんですけれどもね。そしてたまにこの Wi-Fi 5のロゴを見てですね、5G が家にやってくるって勘違いしてしまう方もいらっしゃいますけれども、キャリアが出す 4G や LTE、5G っていうのは Wi-Fi とは違いますからね、区別して認識してください。そして
規格による速度差に注目してみてください。 11A と最新の AX ではもうすごい差ですよね。177倍も差があるんです。ですから家の Wi-Fi が遅いと思っている方はですね、まず家の Wi-Fi から出ている電波の種類が何なのか、まずこれを調べてみてください。そしてこの表の中で比較的古い規格なんだなって思った方はですね、ここがボトルネックになっています。ホームルーターの買い替えをすることで遅かった Wi-Fi が速くなる可能性が極めて高いんですね。しかしですよ、ここまで聞いて結論が出たとは思わないでくださいね。そう、冒頭でもお話ししましたが、 Wi-Fi の通信が遅い原因っていうのはですね、どこかでボトルネックが起こっているからなんですね。こういった風にインターネットは始まりの場所から最後、ご使用の機器に届くまでにいくつかの経路を通ってくるわけなんですね。そしてこれらの一箇所でも通信が遅くなるような問題があると、それがネットワーク全体の足を引っ張ってですね、速度が遅くなってしまう。これがボトルネックなんですね。それでは最初から見ていってみましょう。まずこの図のですね、 ONU 回線終端装置って言いますけれども、これよりも左が家の中ですよね。これはローカルネットワークと呼ばれます。そしてこの ONU よりも右を WAN ワイドエリアネットワークと言います。どんなネット回線を家に引き入れるか、これはあなたがインターネットプロバイダー業者とどのような契約をしたかで変わりますよね。ご存知のようにインターネットプロバイダーは J-COM だったりフレッツ光やイオ光、ニューロとかね、かなり多くの会社が存在しますよね。もちろん各プロバイダーには特色があり、どれと契約しても同じというわけではありません。値段や実行速度にもかなりの差があります。しかしそれよりも各プロバイダーが様々な速度の回線を販売しているわけですが、どんなプランの回線を契約したかっていうのが一番大切なポイントなんですね。最近ではですね、1ギガコースがお手軽な価格になり、ほとんどの家庭っていうのはこの1ギガを契約しているのではないでしょうか。そしてさらに5ギガコース、10ギガ、20ギガと様々なプランが販売されています。もちろん1ギガで契約した方は1ギガの回線が引かれますし、10ギガで契約した方は10ギガの回線が引かれるわけなんですけれども、この1ギガや10ギガっていうのはですね、最大理論値であり、実際にねその速度が使えるわけではありません。実際に使える速度っていうのは実行速度と呼ばれるものになるんですけれども、これはですね、人口の多い地域では遅くなりがちですし、時間帯、例えばですね、みんながインターネットをするピーク時間では遅くなったりします。そもそもプロバイダーの能力差っていうのがあったりもするんですね。どのプロバイダーが優秀かということに関しては今回の動画では触れません。そしてさらにマンションタイプと戸建てタイプっていう契約がありですね、戸建ての方が料金は高いんですね。これはなぜかというとですね、マンションタイプっていうのはマンションに流れ込む通信量をそのマンションの住人で共有するので、一人当たりに割り振られる通信速度がどうしても狭くなってしまいます。これは当然みんながインターネットを使うゴールデンタイムではですね、特に回線が絞られてイライラすることになるんですけれども、戸建てタイプで契約している人はですね、ゴールデンタイムでも比較的安定した通信が担保できるんですね。最近ではマンションに住んでいても戸建てプランが契約できるプロバイダーっていうのも存在します。ですからまず契約しているコースは何なのか、これをチェックしてみてください。もう少しね後で話しますけれども、月々ね150円や200円でこの通信が快適になるオプション契約の紹介もします。そしてですね、現在では多くの家庭が1ギガ光コースで契約していると思うので、1ギガの通信が提供されているとします。そしてですね、この家の外と内の間に ONU というのがあります。この ONU っていうのは何かというと、外から家の中に引かれる光ファイバーをですね、家庭で使用できるような信号に変化させる、こういったものがこの ONU なんですね。昔はですね、よくモデムっていう言葉耳にしたと思うんですけれども、昔使われていた ADSL などの電話回線アナログ信号ですね、これをデジタル信号に変化させる機械がモデムで、今主流のですね光ファイバーをデジタル信号に変化させる機械、これが ONU と考えてもらって OK です。
そしてこの ONU の次につながるものが Wi-Fi ルーターですね。このルーターですけれども、プロバイダーから貸し出しを受けている人もいれば、自分でね用意している人も多いと思います。そしてこの Wi-Fi ルーターなんですけれども、よくわからないんで、昔から使い慣れた古いルーターを使い続けてしまっている方結構多いんですよね。技術っていうのは日進月歩で進んでいます。古いルーターの性能がいいはずありませんからね。 Wi-Fi ルーターには情報処理する CPU っていう部分がありですね、この部分があまりにも古いと処理速度は低下しますし、やはり一番大切なところはですね、この Wi-Fi ルーターが出すことのできる電波ですね。 Wi-Fi の電波の規格は何なのかっていう点がね一番大切です。ですからお持ちのルーターから出ている Wi-Fi の規格、今一度チェックしてみてください。今回の例で言うと1ギガコースを契約しているので、Wi-Fi の規格で言うとですね、この 11AC11AX 以外はですね、この1ギガの回線をフル活用できない、つまりボトルネックになってしまっているということなんですね。プロバイダーが持ってきたルーターだから大丈夫と思っている方多いと思うんですけれども、プロバイダーを信用しすぎるのも危険です。1ギガコースを契約したから、プロバイダーが持ってくるルーターは1ギガ以上の能力のものを設置してくれるだろうとね、普通は思うじゃないですか。でもそうとも限らないんですよ。例えばうちの実家はですね、1ギガプランを契約してるんですけれども、 11N が登場するよりも前に契約したまま放置しているんで、ルーターのね有線の部分、これは1ギガ対応のものを置いていってるんですけれども、 Wi-Fi はですね 11G の電波しか出せないルーターの貸し出しを未だに受けてますね。もうこの時点で Wi-Fi の速度は壊滅的な遅さ決定なんですよね。プロバイダー任せ、これはちょっとダメですからね。そして実は現在世の中の Wi-Fi の半数ぐらいはまだ 11N なんですよ。それでもうちの実家の何倍も早いんですけどね。この 11N はですね、1ギガの光回線の実力をフルで発揮できる能力っていうのはないんですけれども、そこまで悪い規格でもないんですよ。この 11N を使っているのに遅いなって思う方はですね、 Wi-Fi の電波の拾い方に問題がある人がほとんどなんですね。ここ重要で、かなりの方がここが原因で速度が遅くなってしまっているんですよ。全ての規格で共通する話ではないんですけれども、世の中の半数の Wi-Fi に 11N が使われていると説明しました。この 11N と最新の Wi-Fi 6ですね、これらはですね 2.4GHz と 5GHz の2つの帯域の電波を出すことができるんですよ。で、皆さんはこのルーターから出る 2.4GHz と 5GHz の電波、どちらを受信するかを選べるんですね。それぞれの特徴はこうです。 2.4GHz 帯の電波は通信速度が遅く、電波干渉に弱いっていう一面がありますが、長距離まで電波が届いてですね、そして遮蔽物に強いっていうのが特徴なんですよ。そのためですね、ルーターから離れた部屋であったり、1階と2階なんかですね、この遮蔽物がある部屋で Wi-Fi を受信する際には、この 2.4GHz の電波を受信した方がいいんですね。そして 5GHz、 この電波はですね、通信速度が速いんですね。その代わり天井とかですね、壁とかの遮蔽物に弱いっていう特徴があります。ですからルーターと同じ部屋であったり近いエリアで電波を受信する際は、この 5GHz 帯の電波を受信した方が絶対にいいんですね。ここをですね、よく理解せずにルーターからね、階をまたぐような離れた場所で 5GHz 帯の電波を受信していることが原因で Wi-Fi の速度が遅いとね感じている人や、ルーターと近い距離なのに 2.4GHz の電波を掴んでしまっているために通信速度が出なくて困っている人が多いので注意してください。だいたいね、これぐらいの差が出ます。 5GHz すごいでしょ。それで 5GHz と 2.4GHz ってどうやって選ぶのっていうことなんですけれども、ルーターに貼られたシールをね見ると書いてます。この SSID っていうのがそれぞれの電波に付けられた名前なんですね。その横に
2.4 ギガとか5ギガとか書かれていることが多いので、5ギガヘルツの電波を受信したい場合はですね、その横に書かれた SSID に書かれた電波に接続すればいいんですね。 2.4 ギガとか5ギガとか書かれてなくてですね、なんちゃら A とかなんちゃら G ってね書かれている場合にはですね、この A が5ギガヘルツのものと考えてください。5GHz と 2.4GHz の選択を間違わなければ、この 11N は十分速いですからね。それでも満足できないっていう方はですね、11AC、この Wi-Fi 5 ですね。これであれば安価に導入することができて、最大理論値っていうのはですね、11N のなんと10倍にもなるんですね。これは買い替えの検討をしてみるのもいいでしょう。ルーター自体プロバイダーから借りてるからルーター交換できないんだけどっていう方はですね、 Wi-Fi ルーターを新たに買ってきて既存のルーターと接続することで解決することができます。しかしですね、その場合は後から買ってきた Wi-Fi ルーターのルーター機能の部分、これをオフにしてね、ブリッジモードで接続する必要があります。これに関してはこちらの動画を見てください。離れたところに Wi-Fi を増設する場合も同じです。これまでの解説を聞いてですね、Wi-Fi ルーターは意外と新しいものを使ってたし、ローカル側にそんなに問題がないなって思った方が次に試す方法としましてはですね、ルーターの再起動です。ルーターの不具合も考えられますからね。いやそんな話かよってね思った方いらっしゃるかもしれませんけれども、これでね結構速度が改善すること多いんですよ。電源を抜いて90秒待ってからもう一度立ち上げると再起動がかかりますからね。そしてモバイル Wi-Fi を使用している方はですね、ボタンの長押しで再起動できるので、立ち上げ直して新たな電波をつかみ直すと速度が向上したりします。そしてですね、これでもまだ遅いよって感じる方はですね、ローカルよりも外湾側を疑う方がいいんですね。まずプロバイダーとどのような契約をしているのかを確認しましょう。そして僕からのおすすめは IPv6 オプション契約ですね。まずはこれをおすすめします。はい、また変な横文字が出てきてもうわかんないよってね思うかもしれませんが、これ簡単ですからね安心してください。今までのインターネットっていうのは IPv4 っていう規格でデータ通信を行っていたんですね。現在でもほとんどはそうです。そしてパソコンっていうのが増えるにつれてですね、この IPv4 通信ルートっていう回線がですね、もうパンパンになっちゃってて、ここがもう炎上状態なんですね。通れないってなってるんですよ。そしてこの IPv6 という新しい通信ルートができたんですね。インターネットに接続するときにこの IPv6 ルートで接続してあげると、回線がね空いているので早くて安定した通信ができるといった理屈なんですね。この IPv6 というのはプロバイダーが提供している場合とそうではない場合があるんですが、提供している場合はですね、この契約はオプションという形で月々150円とかね200円とかなんで絶対おすすめですね。あと注意点ですけれども、ルーターもこの IPv6 に対応したものを選ばなければならないという点に注意してください。ルーターをね買うときに箱を見れば書いてますのでね、確認してみましょう。現在お使いの環境がですね IPv4 なのか6なのかわからないという方はですね、簡単に調べる方法があります。ブラウザの検索欄にですね、ソネット IPv 対応についてというふうに検索してみてください。そうするとですね、一番上にこういうふうに出ますので、これ入ってみますとですね、ここに IPv4 と書いておりますよね。こういったふうな表記が出た場合は、お使いの環境は IPv4 です。そしてこういったふうに出るとですね、IPv6 を使っているということです。最後にですね、この表を見てプロバイダーから1ギガの回線を契約しているから Wi-Fi 5で十分、 Wi-Fi 6は意味がないなって思われるんですけれども、実はこの Wi-Fi 6すごいんですよ。ちゃんと効果を発揮します。この Wi-Fi 6ですが、 Wi-Fi 5から見て 1.4 倍ほどの速度性能差に見えるんですけれども、このね数値っていうのは先ほどもお伝えした通り最大通信速度です。実行速度とは違うんですね。実はこの Wi-Fi 6の実行速度っていうのは Wi-Fi 5の5倍から10倍もあるすごいやつなんですね。そして電波が減衰しにくいっていう特徴もあるんですね。例えばですね、
大人数が一気にこの電波にアクセスしても安定した電波を提供することができるんですよ。さすがに契約中の1ギガの電波を増幅させるような機能っていうのはないんですけれども、その1ギガの電波を一番いい形でお使いの機械に Wi-Fi として提供してくれるのがこの Wi-Fi 6と思っていただいて結構です。ただしちょっと高いんですね。1万円ぐらいからいいものであれば6万円ぐらいしちゃうんですよ。ですから家族の多い方、予算に余裕のある方、ゲームを本気でやりたい方っていうのはですね、この Wi-Fi 6すごいんでおすすめです。特に10ギガコースで契約の方は Wi-Fi 6で決定です。はい、今回の動画はここで終了となっております。皆さん最後までご視聴いただきありがとうございました。もしね、お話気に入っていただけた方はですね、いいねボタン、高評価の方ぜひよろしくお願いします。そしてチャンネル登録もお忘れなく。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。